アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。すごいですよ、彼はすごいと思います。僕の中で優勝候補ですけどね。記者会見を見たんですよ。近藤選手一人だけずっと一切笑わずに、一番覚悟の決まった目をしたっていうか、ああいうのがすごい嫌いで、なんか格闘技に必要ないというか、笑いみたいな、そういうのは本当いらないんで、勝つ気あるんかなと思ったし。ちょけキャラじゃないですか、ね、はい、あのクールキャラじゃないですね。もともと環境は言い訳にはしてなかったんですけど、場所もよくて広いんで、スパーリングもできて、で、まあ、今日みたいに篠原選手とか和島選手とかが来てくれたりとかで、やっぱり、まあ、さらにレベルアップできる理由というか変わりましたね。本当に去年世界っていう選手と戦って通用する部分っていうのは感じましたし、けどそれだけじゃそのダメだと、もう今の挑戦のスピードではもう公民館などでの練習では間に合わないと、やっぱりこうジムを出そうっていう決意になりました。その先にベルトっていうものが今回巡り合わせできたので、調子はそうです、良さそうですね、まあ、回数もジャブがうまくて距離感もいいんで、もうやりづらいですね。そうですね、やっぱフィジカル部分っていう部分で変わってるし、プレッシャーとかその分かけれる戦い方になってるかなと思います。そうですね、ポテンシャルも実力も含め、普通のそのままの実力出せれば優勝してベルト取ってくれるかなと思ってます。海星もそうですし、県政とも2回アマチュアとプロで戦ってて、昔から知ってるです。海星はどうやろう、結構チョケキャラじゃないですかね。そうなんだ、はい、クールキャラじゃないですね。多分結構チョケるタイプっぽいですけど、ね、僕が来てる限り。そうなんですよ、海星選手がなんかツイッターでなんかクールぶってるみたいな、いやいや何言ってんねみたいな、全然クールじゃないんで、友達といる時でやっぱ多分篠原選手とかこう仲いい人たちってなると結構ふざけれたりするんですけど、でもいないです。普通に出会いがないんですよね、やっぱ遊ばないんで。結構みんなにあるやろって言われるんですけど、朝起きて飯食って練習して帰るだけなんで、やっぱ出会いは全然ないですね。この前の記者会見とかでもコメントとか聞いてても、なんか勝つ気あるんかなとか思ったし、笑いみたいな、そういうのは本当いらないんで、ファイト思わないで飯をおごってあげようかなと思います。はい。ああいうのがすごい嫌いで、なんか格闘技に必要ないというか、
この人たちだけだったらトーナメント盛り上がんないなと思ったんで、やっぱ僕が全員倒さないと多分中途半端にチャンピオンが決まってしまうんで、なんで最後も3人全員倒すみたいな言ったんですけど、3人全員潰すつもりで優勝したいと思います。東京に行く必要というか、大阪でも同じことができると思うんで、スパーリング相手だって今日も来てくださったりで、ミットはお兄ちゃんがいたりっていう、そういうあんまりなんかその東京に行けば強くなるみたいな考えはあんまないですね。対抗意識というか全然ないですよ。はい、いや僕はすごいなってリスペクトします。あんなに強い選手が集まれるジム、それってやっぱなかなかないんで、それはすごい魅力的ですよね。シルバーウルフもクレストも、もう僕は大阪でお兄ちゃんたちとやっていくっていうのはもうずっと前から決めてたんで、強くなれるのはやっぱりこの環境だと思うんで、それは東京になんか行くっていう考えはなくて、ずっとお兄ちゃんたちとこの大阪でやっていきたいなっていうふうに思ってますね。お兄ちゃんたちがいるんで強くなれる。僕は結構本気なんで、何が何でも取りたいなと思ってます。お兄ちゃんたちと3人で何でも乗り越えれると思うんで。